イエーイ、星。チャップマン漫画飯料理研究部部長のチャップマンもせきです。今回作っていくのは、即撃の相馬より、秋の選抜のカレーの全部作るシリーズ。今回は、ラキリアリスの作った分子ガストロノミーのカレー、サーマルセンスを再現していこうと思います。それでは行ってみましょう。よろしくお願いします。それではまずじゃがいもから茹でていきます。塩を入れて水から茹でていきましょう。次はほうれん草をミキサーで回して緑色の色素を取り出していきます。アリスは遠心分離器とか使いそうですが、ここはもう古典的なやり方でやっていきましょう。ほうれん草と水をミキサーで細かくなるまで回していきます。これをこのまま鍋に入れて、浮いてきたほうれん草だけをすくってこしていきます。これは青寄せと言われる昔からの調理技術ですね。これをガーゼでこして冷ましておきます。次はフォアグラの方を焼いていきます。フォアグラに塩コショウをして小麦粉をまぶし、こんがりと焼き色がつくまで焼いていきます。フォアグラは凍ったまま焼いた方がうまくいきますね。色がついたらオーブンで軽く火を入れ、再び冷凍庫に入れていきます。コーヒーミルでカルダモン、フェンネルシード、クミンシード、コリアンダーを入れていきます。これをレンジで温めたギーの中に入れていきます。そして先ほどのほうれん草の緑色の色素も加えていきます。これで簡易的なオイルカレーができた感じですね。この緑色のカレーオイルをパートフィロと言われる極薄のパイで包んでいきます。包み終わったら油を塗ったセルクルにフィロを乗せ、アーチ状に焼いていきます。この作業を繰り返していろいろなサイズのパイを作っていきます。これを焦げないように低温のオーブンでしっかりと焼いていきます。本来パイやフィロは高温で短時間で焼きますが、あえてここは低温で焼いていきます。それでは次は残りのほうれん草でメインになる緑色のエスプーマのカレーを作っていきます。玉ねぎを半分みじん切りにし、半分は普通にカット。これをバターで炒めて、塩コショウ、クミン、ガラムマサラ、唐辛子を加え、水と固形コンソメを入れて煮ていきます。さらに生クリーム、カレー粉を加え味を整えます。ここにバーガムと言われる安定剤ですね。こちらを入れてエプスーマにした時の和物お餅を長くしていきましょう。これをミキサーで細かく回していきます。もうこの時点で泡立っているので、まあこれだけでもいいような気もしています。焼いて冷凍庫に入れたフォアグラを粉砕していきます。ぶっちゃけフォアグラテリーヌにした方が美味しそうな気もしていますが、ここはアリスちゃんを信じてムースにしていきたいと思います。玉ねぎ、ターメリックとともに回して生クリームと混ぜます。温めた牛乳とゼラチンを溶かしたものを加えてよく混ぜ、生クリームで高いフォアグラをかさ増ししていきます。回して滑らかになったら、フォアグラを焼いた時の油を入れた器の中に入れて冷やして固めていきましょう。ゴムベラで成形して冷凍庫に入れておきます。次はトマトのムースを作ります。トマトを裏ごししたバスタータトマトと言われるものに、玉ねぎ、塩コショウ、クミン、コリアンダーを入れ混ぜていきます。ここにヨーグルトも加えて加熱していきましょう。ここに牛乳とゼラチンを加えて混ぜ、裏ごししてヨーグルトと生クリームと一緒にミキサーで回していきます。このできたトマトのムースはしばらく冷やして固めていきます。アルギン酸ナトリウムをお水に溶かしていきます。アルギン酸ナトリウムは溶けにくいので、ミキサーとかでよく回していきましょう。以前進化系のり弁を再現した時はアルギン酸ナトリウムを入れたのりを炭酸カルシウム水溶液に入れましたが、今回は逆になります。カルシウムの入ったヨーグルトとトマトムースをアルギン酸ナトリウムの中に入れて反応させて固めていきます。これもしばらく冷蔵庫で冷やして固めておきましょう。それでは最初に茹でたジャガイモが茹で上がったので皮を剥いていきます。新じゃがは熱いうちに半分にして、まな板に並べ、ペーパータオルでつまんであげると簡単に剥けます。新じゃがは皮のまま食べても美味しいけど、今回みたいに裏ごしするときは、これのやり方を覚えておくと楽ですね。裏ごししたじゃがいもは鍋に入れて、チーズと混ぜてアリゴにしていきます。アリゴは何年も前にアル中のお料理お兄さんがじゃがアリゴを出したから、名前は知ってるかもしれませんが、まあじゃがいもにチーズを溶かして、ビールマッシュポテトみたいな洋料理ですね。アリスちゃんは6種のチーズを混ぜてあるらしいので、イオンの4種のチーズミックスとコリーノロマーノとパルズベラのチーズを混ぜました。
めちゃくちゃ伸びる感じのアリゴにしたいときはモッツァレラチーズかザケルチーズを入れるといい感じに伸びると思います。アレスちゃんはこれも急速冷凍してたのでドンキで買ったドリンクを何でも急速に冷やしてフローズンドリンクにするマシンで冷やして固めていきましょう。まあやったけど単に素熱が取れただけで冷凍って感じじゃないので諦めて冷凍庫で冷やしていきます。アイスディッシャーで抜いて冷凍庫に入れます。ヒロも焼き上がって材料が揃ったので組み立てていきたいと思います。お皿にアルギン酸ナトリウムで固めたトマトムースとヨーグルトを飾ります。中央にフォアグラとタラメリックのムースを置きましょう。ミキサーで回したほうれん草のカレーをエスプーマシンに入れて盛り付けていきましょう。っておい、泣きりありすよ。カレーどんだけ吹っ飛ぶねん。エスプーマシンに入れても全然泡立ってないし、めちゃくちゃ汚くなってしまったので、とりあえず修正します。なんとか綺麗になったので仕上げていこうと思います。ちなみにエスプーマシンなしで泡のソースを作るやり方も紹介します。めんつゆでも白だしでもトマトジュースでもベースになるものを用意して加熱し、そこにゼラチンを入れて混ぜていきます。バーガムはあれば入れる感じで大丈夫。ちなみに泡にする専門のゼラチンも存在します。これを氷水で冷やしながらハンドミキサーで固めながら高速回転してあげると泡のソースが完成します。冷蔵庫にしまうと完全に固まってしまうのでその時だけしか使えないけど、覚えておくと何かの時に使えると思います。ちなみに僕このソースを使って自宅ラーメン研究会の皆様にエスプーマ冷やしトマトラーメンとして紹介しました。では気を取り直してアリスちゃんのカレーを仕上げていきます。ふとしたアリゴをフォアグラの上に乗せてカレーを包んだパートピロを飾っていきます。やっぱりフォアグラはテリーの方が良かったような気がしますね。ちょっと柔らかすぎてピロが固定できません。原作に近いカモミールの葉を乗せてラキルアリスが作った分子ガストロノミーのカレーサーマルセンス完成です。それではいただきます。審査員の人たちが黙るのも分かるような感じの表現が難しいですが、ちゃんとしたカレーはカレーですね。フォアグラのムースもすごいいい感じだし、アリゴも美味しいですね。そしてやっぱり引き立てのスパイスを包んだフィロがめちゃくちゃ美味しいです。エスプーマにしたカレーの方がちょっと辛いんですが、ヨーグルトとトマトムースがいい感じに口直しになってくれますね。ただ個人的にはカレーにはやっぱりご飯が欲しいって感じです。でもこれ、なきり家の人が作るから成立するような気がします。僕みたいなモブキャラが作ったらこんなもんカレーやないって、なんか審査員の人たちにぶち切られそうな気がします。せっかくなので残った材料をご飯に乗せて食べてみました。ピロはちょっとぴったりしか作んなかったんで乗せられなかったけど、これはこれでめちゃくちゃ美味しいです。やっぱりご飯と食べると本当にちゃんとしたカレーだなって感じですね。やっぱりこの漫画の料理監修の森崎育先生、ただものではないって感じですね。ごちそうさまでした。それでは今回の研究結果です。ナキリアリスの分子ガストロノミーは工夫すればなんとか再現が可能です。そして想像以上にちゃんとカレーでした。ただカレーをエスプーマシンに入れるとえらいことになるので盛り付けには注意いたしましょう。フォアグラはやっぱりそのまま食べるかテリーヌの方が美味しく食べれますね。まあかさ増しできていっぱい食べれたのは良かったんですけどね。でもやっぱり値段高かったです。分子ガストロノミーは分かってる人に出さないとなんじゃこりゃってなるから注意が必要です。ホテル時代こちらの伝統の料理しか受け付けない料理長に今回紹介した泡のソースボロクソに言われました。そして本社から来た革新派の料理長に面白いな、めちゃくちゃ勉強してるなって言われたのを思い出しましたね。今回紹介した食劇の相馬、少年ジャンプで連載されていた本格グルメ漫画です。カレー再現シリーズはまだまだ続くんで、よかったら YouTube 少年ジャンプ公式でアニメの方が普通に見れたり、電子書籍などで読み返してみたりしてみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。実はこの4月で僕料理人になって30年が経過いたしました。多分漫画飯体験を YouTube でやってる人の中では料理経験一番長いかもしれませんので、まあ僕にしかできない再現できる料理ありましたらリクエストの方をどんどん寄せてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。